寺谷一樹の医療どうなる、大阪府保健医協会の提供でお送りするコーナーです。時刻の方は間もなく7時33分になろうというところです。今日も大阪府保健医協会の理事長で大阪市内旭区で開業されてます宇都宮武博さんにお電話つながってます。宇都宮先生、おはようございます。おはようございます。よろしくお願いいたします。まずこのコーナー恒例、近畿のコロナ感染の状況ですけども、どんな感じですか先生？はい、厚生労働省の発表はいつものように毎週金曜日ですので、7月30日時点のものになります。はい、近畿地方を見ると定点1医療機関あたりの報告人数、滋賀県が 14.90、 前の週より 0.38 減でほぼ横ばいとなっております。はい、京都府 16.92 で 2.32 増加、大阪府 14.66 で 1.1 増加、兵庫県が 14.05 で 1.48 増、奈良県 16.89 で 2.18 増加、和歌山県が 17.43 で 0.04 増加と、ほぼ横ばいですが、和歌山県は先週に続いて多いようです。なるほど。大阪は昨日も報告されておりまして、それによると先ほどの先週の大阪は 14.66 でしたが、今週は 13.69 と先週より 0.97 減っていますね。うん、ただ全国的にはデータを見ると引き続き増加傾向で、波の高さも大きく上がってきているようです。今回も九州地方が多くて、佐賀県、福岡県で定点あたり30人を超えております。沖縄県は今回も減少に転じておりまして、定点あたり 17.59 まで減っています。はい、新規の入院患者も今日はお伝えしたいと思うんですが、はい、週あたりの入院患者も7月初めは全国で5000人くらいでしたが、7月末時点では、1万1000人以上となっており、地域によっては入院ベッドの確保も心配される状況もあるというふうに聞いております。今私も厚生労働省の資料をですね、ちょっと見ながらお話聞いてましたけども、確かに感染者九州多いですよね。はい、逆に北の方比較的少ない印象で、北海道とか沖縄、北海道とか青森とか秋田とか、かこれ定点あたり1桁台8人程度と全体の半数程度のところもありますよね。あと入院の方、ICU 集中治療室の患者数、エコモとか人工呼吸器管理中の患者数も倍増してるっていう、確かにここはちょっと気になりますね。あと10歳未満のお子さんの感染も依然多いですね。あのお子さんこの時期おられるとこ、夏風邪のヘルパンギーナとかね、 RS ウイルスなんかも増えてるのも先生気になりますし、はい、リスナーの方からもそういったお便りももらってますけども、どうでしょうか？そうですね、国立感染症研究所が毎週発表する感染状況では、ヘルパンギーナは7月23日時点では減少傾向にあるものの、過去5年の同時期比較ではかなり多い状態としています。はい、そして岩手、山形、宮城と東北地方が上位を占めていると報告されております。ヘルパンギーナは大人もしばしば感染します。そして子ども以上に激烈な喉の痛み、これに悩まされたりする場合もあるので、大人の方も注意が必要です。なるほど。RS ウイルスも減少傾向ですが、同じく過去5年の同時期比較ではやや多い状態とし、上位は徳島、大分、三重というふうに報告されています。なおインフルエンザも数はそれほど多くないですが、わずかに増加しておりまして、7月下旬の数値では鹿児島県の報告数が最も多くって1151人、次いで福岡県が1076人、熊本県707人の順となっています。なるほど。まあ、あのお盆休みに突入ということでね、交通機関も混み合いますし、これから帰省する方とか旅行に行かれる方、まあ、こういった感染状況を踏まえて皆さん注意してもらいたいと思います。はい、あとあのもう一問じゃあ、答えていただきましょうか。リスナーの質問ですね。はい、大阪堺の女性の方、ピロリ菌について気になってますが、今年72歳でも調べた方がいいんでしょうかって来てますけど、先生どうですか？あ、そうですね、
ピロリ菌、正式名はヘリコバクターピロリと言いますけれども、はい、過去にですね、胃の検査を受けられたときに、まあ、胃炎、まあ、慢性胃炎ですとかですね、あるいは、まあ、逆流性食道炎なんかの症状もそうですが、そういった症状が慢性的に続いておられる方は、やはり調べておいた方がいいですね。日本人の場合、ピロリ菌は胃がんの原因になるというふうに考えられておりますので、はい、この方72歳ですけれども、この年齢の方でもやはり一度お調べになった方がいいのではないかなというふうに考えております。わかりました。ということで先生、今週もどうもありがとうございました。失礼いたします。失礼いたします。もう本当でもね、うん、コロナもそうですし、はい、今そうインフルもね、うん、ゼロじゃないから、もうこんな暑い時にね、こういうその呼吸器系のウイルス疾患が流行ること自体がちょっともう異常だと思います、ね、暑くてもそんな流行るもんなんですね。だからもうね、でもいずれにしてももうウィズコロナでやっていくっていう風になっておりますからね、うん、感染対策だけはしっかりやっておきましょうね、はい。まあ、この辺やっぱり気をつけているといないで、うん、ものすごく違うと思いますので、皆さんよろしくお願いします。お願いいたします。さあ、このコーナーにもお便り大募集です。ファックス、メール、おはがきの宛先をあっきんお願いします。まずファックス番号 078-361-0005 078-361-5 番です。メールアドレス maido@jocr.jp すべて小文字です。 maido@jocr.jp。 そしておはがきは郵便番号 650-8580 ラジオ関西寺谷一樹の毎度毎度宛てまでお願いします。医療どうなるのコーナーに質問、ご意見、感想等お寄せください。毎月抽選で5人の方特製の1000円分クオカードが当たります。ファックス、メールはね、今日のテーマ助けてにも使えますし、おはがきは月間プレゼントの応募にも使えます。ダブルチャンスです。皆様からのメッセージをお待ちしています。